さあやってまいりましょう。手持ちの手もすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはマジンジャッファー、アラジンよりですね、まあ、アラジンの最後とアラジン2に出てきたジャファーですね、うん、消滅の方法に関してはぜひアラジン2を見ていただけたらと思いますが、今の僕のエースツムですね、僕今週は1000万点くらいを取っているんですけれども、まあ、彼が叩き出してくれたっていうツムですね、まあ、その過去ね2000万点くらいをこう取ってた時期があったんですけど、まあ、それはね補正が入る前のアリ王子、またレベル50で待機してるんで紹介したいと思うんですが、まあ、今はねこうやってね、LL サイズでね、なんとねもう平均して30個以上をね平気で潰してくれるようなツムなので、まあ、普通にやってても調子が良かったら550から650くらいまでの点数っていうのは平気で叩き出してくれるっていう、すごいね優れてるツムですね。平均というか、まあ何もアイテムを使わずにやっぱりね500いくって言ったらね、結構やっぱね重宝しますよ。で重宝しすぎてね、最初彼のねポテンシャルに気づいた時にはね、あんまりそのレベルが高くなくて、何だったかな、9とかそんなレベルから使い始めてね、それがねこの動画を撮り始めてから、その撮影以外の時でね使い続けてたら、知らない間にしれっともう49まで来ちゃったっていうね、もうあとちょっとでもうマックスレベルの50までいっちゃいますから、うん、まあ、今回はなんだろうね、あんまり調子が良くないんで大して点数がちょっと伸びてないっていうね、うわーこれ言い訳だわーっていうところなんだけど、まあまあもう本当にでも普通にやってても300万点を切ることっていうのはまずない。まあそのねレベルのプラスアルファの補正っていうのも当然入ってるけど、まあ、それでも300万点を切ることっていうのはまずないキャラなんで、相当ねコインも稼げるしポイントも稼げる。まあポイント稼いだとちょっとねマックスのスコアだけ関係するからあれですけどね、うん、でもコインもその調子いいと、まあ、2000万点くらいは軽くいってくれるんで、コイン稼ぎにうってつけっていうところですね。はい、でね早速ねそのなんかたまたまですけど、嫁さんもまあツムツムやってる時があって、そのツムツムでなんかマジンジャッファーを引き当てたらしくてね、早速見てみたら、大体いつも200万点とか300万点とかっていうところ行き来してる嫁がなんとですね、しれっと400万点出して、おどうしたって言って、やっぱジャッファーすげえなっていう話をしたんでね、はい、まあこれレベル補正も入ると多分400万点いくかな、うんっていうところまで来ちゃいました、いや来てくれましたね、はい、2100コインも稼いで400万点も超えてると、やっぱこいつエースじゃないかなと思いますね。はい、ということでマジンジャッファー火柱、火柱に関してはねアラジン2で出してくれる技ですね。はい、ということでまたお会いしましょう。バイバイ。